立つ。あの赤毛のチビ坊くん、自分がハートの女王にでもなったつもりかよ。寮長に逆らって追い出されるなんて、どんどん優等生から遠ざかってる。うい、首輪が苦しくて重たいんだぞ。その首輪の重ね付け生かしとるにゃ。うわっ、はあ、生首を負け。おっと、体を出すの忘れとったわ。なんちゃんと体もあるんじゃないか。うん、俺はアルチェミアルチェミエビチピンカ。猫のような人のような魔力を持った摩訶不思議なやつ。アルチェミア、なんだってみんなチェーニャって呼ぶかね。少なくともその辺のやつらとはレベルが違うぜ。何量なのか当ててみにゃ。わかった、頭に耳があるからサバニャ量だぞ。ブッブー、不正解。サバは海で泳ぐもんだろう。俺は猫だからサバじゃない。それに他の寮にも頭に耳があるやつはいるぞ。俺は僕に理不尽な目に遭わされて機嫌が悪いんだよ。どっか行け。リドルが暴君まあそう言えなくもないかもしれないけどね。ちっこい頃からあいつは真面目なやつだもんで何か知ってるのか。知っとるといえば知っとるし、知らないといえば知らにゃ。どっちなんだぞ。何？君らリドルについて知りたいの？ああ知りたいね。どうやって育てりゃあんな横暴に育つのかそれじゃああのメガネに聞いてみにゃ。メガネってクローバー先輩のことか。あいつはリドルがちっちゃい頃からよう知っとるよ。リドルについて知りたいなら俺ならまずあのメガネに聞くにゃ。幼なじみってことか。そんな感じはしなかったが。おみゃがそう思うならそうなんじゃにゃの。なら俺に聞く必要はないにゃ。おいじゃ。おい、なんか変なやつだったんだね。口調が映った。ずっと首輪をはめられたままじゃまともに授業も受けられない。クローバー先輩に話を聞きに行ってみよう。それに謝って外してもらうなんてダセーから絶対嫌だ。ハートの女王の法律第249条。フラミンゴの餌やり当番はピンク色の服を着用すること。今日は君が餌やり当番だったはずだよ。ピンク色の服はなぜ着ていないんだい。申し訳ありません、洗濯中で。リオ長、どうか首をはねるのだけは。君がルールを破るのはこれで二度目だ。もう看過できない。オフイズユアヘッド。5000文字の反省文と庭の草むしりを1週間だ。そしたら魔法を解いてあげよう。そんな。
僕だってやりたくて首をはねてるわけじゃない。君たちがルールを破るからだろう。ルール違反を軽視することは君たちのためにならないんだ。わかったね、トレイ、ケイト。彼を外へ。はい、寮長。寮長、クローバー先輩。お前たちか。図書室で待ち伏せしていればマロンタルトのレシピ本を返しに来ると思ってました。俺たちやっぱ寮長のやり方に納得いかねえんだけど。だろうな。あんた実際あいつのことどう思ってんの？小さい頃からずっとそうやってあいつにペコペコしてきたわけ。誰から聞いた？チェーニャというやつからです。チェーニャ、そうか、あいつか。つうかよ、リドルよりお前の方が年上なんだろ。ビシッと怒ってやればいいんだぞ。もちろん必要があればそうするさ。でも俺にはあいつを叱ることなんかできない。なんで？リドルの全ては厳しいルールの下で作られたものだからだ。え？あいつの両親は地元じゃ知らない人もないほど有名な魔法医術師でね。特に母親は優秀な人で、リドルにも優秀であることを求めた。だからリドルは起きてから寝るまで学習プログラムが分刻みで決まっているような生活をしていたんだ。分刻み？食べるもの、着るもの、消耗品から友達まで全部決められてた。それでもリドルは両親の期待に応えるために黙って全部をこなし、10歳にしてあのユニーク魔法を完成させた。成績もミドルスクールからずっと学年首位を保持し続けてる。それがどんなに大変なことか想像もつかない。リドルは厳しいルールで縛ることが相手のためになると思ってる。厳しいルールで縛られて恐れで支配してこそ成長できると信じてるんだ。かつて自分がそうだったように。そしてルールを破るのは絶対的に悪だと思ってる。だってルール違反を肯定すればルールによって作られた自分の全てを否定することになるってこと、お前たちがリドルを横暴に思うのはわかる。リドルのやり方が正しくないことも。だけど俺にはやっぱりあいつを叱ることなんてできない。ふな、寮長にそんなことが。はあ、今の話を聞いてよーくわかった。リドル寮長があんななのはあんたのせいだわ。リドル寮長が親を選べなかったのはしょうがない。でもあんたは少なくとも寮長の親が寮長にやってたことは間違ってるって昔から思ってたんでしょ。それは今の寮長が親と同じ間違いしてるって思ってるならちゃんと言えよ。直して、かわいそうなやつだからって同情して甘やかしてどうすんの。あいつがみんなに嫌われて孤立してくの見てるだけ。おい、エース。それとも何？
あんたも首をはねられるのが怖くて黙ってるって。だっせーな。何が幼馴染だ。そんなんダチでもなんでもねえわ。こら君たち、図書室では静かに。あんたが一番声できるんだぞ。おっと失礼。うんうん、まったく図書室は静かに勉学や読書に勤しむところですよ。君が元の世界に戻る方法について調べに来たんですよ。ちゃんと忘れていませんとも。私優しいので。やはり調べ物といえば図書室ですからね。別に新しく入った小説の続きが気になって誰よりも早く借りに来たわけではありませんから。ところで皆さんお揃いで険しい顔をしてどうしたんです。それが なるほど、そんなことが。首輪を外してくれと謝るのも嫌だけど、穏便に寮長を説得できる気もしないと。まあ、そんなとこ。そうですね。そんなに寮長と馬が合わないというのなら、転寮するという選択肢もありますが。ただし、今の寮は魂の資質によって闇の鏡が選んだものですから、変えるとなるとかなり面倒な手続きや儀式が必要になりますよ。天領か。でもそれってあいつに負けて逃げてる感じがしてすっきりしねえな。ではローズハート君に決闘を申し込んで君が寮長になっちゃえばいいんじゃないんですか。こら、声が大きい。学園長が変なこと言うからだろ。変でも何でもありませんよ。ローズハート君だってそうやって寮長の座を手に入れたんですから。そういえばナイトレイブンカレッジはどうやって寮長を決めているんですか。確かリドルは入学して1週間で寮長になったって言ってたんだぞ。前寮長に指名されたり、現寮長に決闘で勝利したりなど、他にもいくつか方法はあります。決闘というのはシンプルな方法の一つですね。でも、魔法による死闘は禁止なんじゃ。死闘はね、正式な手順を踏み、学園長立ち会いのもと行われる決闘なら話は別です。確か決闘の相手に、事前にハンデを課すことは禁じられているから、リドルに謝ることなく首輪を外してもらうこともできるな。でも寮長に挑む権利は入学した瞬間から全生徒に与えられていますよ。どうしますか、トラッポラ君。ローズハート君に挑みますか。おし、なら一丁やってやろうじゃ。なら僕も。俺様もだぞ。グリム君、残念ながら別の寮生は挑むことができないんですよ。そんな、じゃあ俺様の首輪は誰が外してくれるんだぞ。俺が寮長になれればリドルに命令して外してやるよ。くそ、俺様の実力を示すチャンスだったのに。お前たち本気か。デュースまでそんなこと言い出すとは思わなかったぞ。そうですか。男なら一度はてっぺん取ってみたいじゃないですか。挑むなら断然チームの頭っすよ。出た、ワルゴル。え？普通だろ。では決闘の手続きは私が請け負いましょう。だな。ってわけで、なんかいいアイデアない？
正直魔法では寮長に勝てるイメージがわからないな。でも拳でなら勝てるかもしれない。確かにあいつ貧弱そうなんだぞ。おっと、言い忘れてました。この決闘では魔法以外の攻撃は使用禁止ですからね。ルールを守って楽しい決闘。決闘手続きは明日には終わっていますので、挑むタイミングはご随意。では私はこれで。よし、魔法にはちょっと自信ないけど、なんとかなるっしょ。俺様の首がかかってんだから決まるんだぞ。お前たち、俺が寮長になったら絶対僕が間違ってました、ごめんなさいって言わせてやるからな。あと変なルールで寮生をがんじがらめにするのもやめさせてやる。Hey guys, thanks for watching this video. If you like this video, be sure to leave it a like. And if you want to see more of my future content, be sure to hit the subscribe button. And to stay up to date with all of the releases that come out daily, be sure to click that bell. And if you're feeling a little bit generous, why not check out my Patreon page? Link is down in the description. And as always, until the next video, hasta.